ここが果てだと誰が決めた？ここが果てだ誰が決めた？こんちは、今日はレイジファイナリストの方が使っていたネクロマンサーの進化軸のデッキを紹介していくんやけども、やっぱり進化軸のデッキっていうのは、まあ、いろんなデッキが流行ってる、まあ、ヴァンパイアとか、まあ、ドラゴンとか、まあ、ゼウスがネタカードと思いきや、もう今となってはどのクラスにもゼウスが入って、まあ、常に10体目ゼウス来ることを恐れながら戦っていかなあかんというような環境になってるんやけども、まあ、やっぱりその進化を制するものは、まあ、今環境を制すると思うよね。要はゼウスの火力をこううまく上げながらちゃんと10ターン目まで耐えて戦っていくことができるっていう、そういうデッキが今の環境は必要とされる、まあ構築と。でそうなった時にこの豪華の魔剣がめちゃくちゃ強いカードって皆さん知ってますよね。これ7コスで、盤面処理しつつ盤面4点いくから、どんな盤面を築かれようが基本的には処理できるということで、まあなかなかこの豪華な魔剣が強いと。でやっぱネクロマンサーの強いトンとしてはこのグレモリーが入ってるから、例えば深夜の夢の少女の1コストの幽霊を進化させたり、進化をこう3枚ぐらい一気に稼いだりすることができるんよね。でなおかつオリビエとかも入ってるし、まあ基本的にはどのデッキが一番進化しやすいと。で進化しやすいだけじゃ勝てへんのよね。進化しやすいプラスその中盤のその強さだから、ケルベロスとかこれいるから、その5ターン目の動きとかやっぱ一番理想中の理想なんよね。やっぱ5ターン目のケルベロスはどのクラスにも匹敵する、凌駕するような強さを誇ってるわけであって、でやっぱネクロは疾走カードがね結構多いから、そのリーサルがね他のクラスと違っていきなり疾走飛んでくるから、今の環境あんま疾走っておらんのよね。なんかフォルテとかそう疾走がおらんから、なかなかねネクロマンサー疾走もあってねなかなか強いよね。盤面残したらグレモリーでも決められてしまうしね、なかなか面白い構築であると。まあ、ちょっと今日はこのデッキ使っていきたいなと思います。はーい、勝ちました。グランドマスターになりたいだシャキ。グランドマスターになりたいだって。でも俺と当たったことが後悔の先駆けとなるだろう。いやーちょっと手札悪いな。ちょっとボコボコにしたいね、こういう小賢しいやつは。グラマスになりたいって書けばグラマスになれると思うんじゃないよ。グラマスになりたい。サードアニバーサリーカップ優勝者か。まぁ、ちょっとなんか、まぁ、同じような境遇やけども、いやー、でも手加減なしで、あ、ルリア？まぁ、グランドマスターはこれほど厳しいんだよということをなんか見せていきたいよね。ルリア入れてるってことは、ジンジャーウィッチやね、間違いなく。まぁ、それしかありえないね。まずは1点目。小賢しいね。運も実力のうちだからね。まずは1点目。4コスボーンドローもあるし、まあ7ターン目はね、やっぱネクロマンス6はちゃんと溜まれる。だから小賢しいね。終わりにしようじゃないか。終わりにしてあげるよ。そして、モーラはもちろん戻さなくて、ここはしっかりと盤面取って、いやでもこれむしろ買わねえな。わざわざもう雑魚カード取る必要ない。私もプレイングに関してはグラマスなんで、わざわざ弱小カードの11ごときを取ってもね、1点しか体力食らわないから。あ、小高し、クワザギアリーダー。モーラ進化がまたどうかな。まあ、ルリアと三三に残るからっていうグラマスのプレイ、ここ結構ブラ、グランドマスターのプレイング出そうやけども、悠長やね。軽い奴らを倒しちゃおう。まずは2、3処理を1点目。そして、3、2で5、2処理を2点目。まずは1点目。難しい相手、相手、ありがたいね。ただ、盤面取り方結構面白いね。終わりにし、小賢しいね。小賢しいね。まあ、ケルベロスはできれば、まあ、盤面伸びてる時に出したいカードでは、まあ、あるか。どうしようかな。でも、ケルで、いや、あんまメリットないな。でも、でも、5で行くんやったら、それで行きたいか、でも。私は冥界の番犬だにゃ。小賢しいね。まずは1点目。冥界流の還元を見せてあげるわ。にょ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 。まずは1点目。まずは1点目。にょ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 。まあこれしょうがないね。相打ちで処理するか。まあケルベロスが残るし、まあガウムハールはちょっと残すとめんどくさいんで。まずは1点目。
焦りは禁物だ。焦っていると女と科学は落とせねえぜ。まあいくらジンジャーウィッチであれ、やっぱケルベロス、あんら小賢しいことしてくんな。でもその方ピン刺しやんね。最近なんかアルデメリアをピンで刺すというのが結構主流やんね、ウィッチに。うん、いやだから面白いよね、1で1枚で採用するみたいな。小賢しいね。だからゼウスもいるし、進化系もバンマ。まずは1点目。まあ、ここ横展開しながら進化拳を温存しながら戦っていくとするか。さっきのケルベロスの効果をしっかりと活用してるからね。そして盤面はやっぱネクロマンサーっていうのは、まあラストワードをうまく使っていくクラスなんやけど、やっぱこんだけ横展開されてしまうと、さすがのウィッチも厳しいんじゃないか。進化拳ないからね。小賢しいね。1個戦何が出るかやな。それ強いわ。だから2面処理した方がいいんじゃないか、ここは。モーラーよりもジンジャー進化、でもジンジャー進化すれば次のターン、手札がまあ、コスト高いカードがあるかどうかが試合の分かれ目なんです。あ、これジンジャー次のターンゼロコス打てないね。だからジンジャー出した意味というものが、このモーラーを出すという盤面処理でも盤面残すともう、ギヌレリージョで負けると判断したんやろね。あ、正しい判断じゃないか。時には正しい判断も必要だぞ。まずは、どうしようかな、でもこれ。1で、ヤブンハールとかでも、まあ行くか、これ。まずは1点目。まずは1点目。そして、まずは2点目。まあ一応取っとくか。まあモーラーはまあうざいけど、まあ取っとく。どちらかというとジンジャーの、進化後の能力がこれで得られなかったわけやから、ジンジャー出した意味っていうのが盤面処理をなんとか防ぐという、ただそれだけのことに過ぎないからね。結局これまあテラがいざ恋しようがもうゼウスで終わりやしね、盤面返してもちょっと詰め切れないな。ジンジャーに進化を切らないと勝ち筋がなかったわけだ。まあこれが、グランドマスターとグランドマスター目前の権力の違いだ。やっぱりそういうプレイングの差が出てくる。小賢しいね。でも6-1取れなくないそれ。小賢しいね。やさかに、顔いくのそれ。小賢しいね。やさかにのまがたま、プーン。まずは1点目。まずは2点目。まずは3本。進化拳最後に使うか。次のターン、負けもあるからね。もう一気に押していくよ。しかも、ボーンドローに関しては子供が生まれるから、倒しても子供生まれちゃうんでね。まあ、ジンジャーに進化切ってたらワンチャンあったかなって感じやな。もしゼウスとかいるならばやけど、この盤面処理するのは9コスでは厳しそうやもんね。逆に見てみたいものだよ。この盤面を返す筋というものを見せてくれたまえ、私に。なかなかやるな。だがな、時には死をももたらす覚悟をするべきだ。エンジェルシュートプラス、な、あ、こいつ、あ、え、う、あ、うーん、小賢しいね。小賢しいね。まずは1点目。まあ、憑依で3点出てたな。だからネクラこういう強さがあるよね。失踪カードがあるから、他の進化系のデッキと違うよね。で、ゼウス次のターン出せばまあ、強かったし、やっぱグラマス間近のウィッチですら、こんだけ圧倒的な盤面を覆してね、相手全然かかってこなかったし、神社6ターン目6個で出したのにもかかわらず、きつかったってまって、まあ、これが進化ネクロの強さかなって感じやんね。